マベリックは1969年4月から1977年にかけてアメリカ、カナダ、メキシコで1973年から1979年にかけてブラジルで製造されていたフォード社のコンパクトカーである。マベリックはもともとはフォードファルコン60年式用に用意された FR プラットフォームを採用し 2ドアセダンのベース価格が 1995US ドルという製造原価が低く維持費が安価な乗用車として設計されたマベリックという名称は焼き印の押されていない群れから離れた家畜から由来するもので車のネームプレートはテキサスロングホーンの頭蓋骨をデザインしたものであったマベリックのスタイリングは長いボンネットファストバック形状の屋根 2616mm のホイールベース状の短い車室といった特徴に加え、昇降式の代わりに安価に製造できる跳ね上げ式の後部側面などを備えていた。マスタングの後継者という評価にこうする内装と外装での自己主張は、マベリックが実際はファルコンの後継者であることを意味していた。ファルコンの販売は1964年に、 マスタングが市場に導入されたことによりすでに加工し続けており、1966年のスタイリングの変更にもかかわらず、フォード車の販売車種の中で居場所を失っていた。ファルコンは基本的に1969年モデルの焼き直しである1970年モデルを数千台販売したところで、モデルイヤーの初めに廃止とされたが、 ファルコンという社名は1970年モデルの第2、市販機半ばまで中型のフォードフェアレーンのサイレン化モデルに使用された。初年度で約57万9千台のマベリックが生産され、これはマスタングの初年度販売数に匹敵する記録であり、1970年には20万台以下となっていたマスタングの販売数を安々と追い抜いていた。 当初はクーペのみの設定で、初期のモデルにはグローブボックスがなく、これは1973年に追加された。より大きな鉱石居住空間と巻き上げ式のコーブドア窓を持つホイールベースが109インの4、ドアセダンは1971年に導入された。マベリックのステーションワゴン版は1978年にブラジルで現地ディーラーが 注文生産者種として4度セダンを改造して販売した。導入当初の外装の特色には、アンチーコールエスタブリッシュミント、フラブルー、オリジナルシナモン、フローディアンギルト、サンクスバーミリオンといった特徴のある名称の色が、ブラックジェード、シャンパンゴールド、ガルフストリームアクア、メドーラークイエロー、ブリタニーブルー、ライムゴールド、ドレスデンブルー、 レーブンブラック、ウィンブルドンホワイト、キャンディアップルレッドといったより平凡な色とともに用意されていた。1970年モデル前半の車では170、シ度の直列6気筒エンジンと20シ度の L6 の2種類のエンジンが選択でき、250シ度の L6 は年の半ばに追加された。導入された1969年の4月から1969年。 モデルイヤー終了の8月までに生産された1970年モデルの初期型は1969年9月以降の本来の1970年モデルにはない内装の特徴を有していた。この初期型のマベリックはその他の1969年モデルイヤーの他のフォード車にも見られるホーンリング付け2本スポークのハンドルを備えていたが 1970年、モデルイヤーの生産者はハンドルが一新されて、保温リングがなくなっていた。また、初期型の車では、エンジン始動用の鍵の挿入口が、景気板上にあったが、1969年9月1日、以降の生産者では1970年モデルイヤー、以降に必須となった新しい連邦を安全基準に、 適合するようにその他の全フォード車と同様に、ロック機構付けステアリングコラムに移された。4ドアセダンは1971年に導入され、ビニールルーフも選択できた。マーキュリーもマベリックの兄弟車として、マーキュリーコメットを復活させ、コメットとマベリックの両車に 210HP の3 0 2ト8が導入された。コメットは、マーキュリーモンテゴから流用した。 新しいグリルとテールライト、ボディ加色とボンネットを備えていた。マッスルカーを模したグラバートリムパッケージが1970年半ばに導入された。このパッケージには、スポイラー、特製塗装、内装が含まれており、1970から1975年に設定された。1971年と1972年のグラバーには特別な、 倉庫部ボンネットが装着されていた。マーキュリーコメット用の類似のパッケージであるコメット GT も1970から1975年に設定され、マベリックグラバーと同種のマッスルカートリムに独自の特徴的なフードスクープを備えていた。1972年には特別図色の赤、白、青に揃いの内装を備えたスプリントパッケージが設定された。 ピントとマスタングでも同種のパッケージが設定されたが、このトリムパッケージは1972年のオリンピックに協賛したもので1年間だけの限定であった。米国版ではリアクオーターパネルに正常機をデザインしたデカールが貼られていた。バッジは五輪のシンボルによく似ていたが、商標の侵害にならない程度に異なっていた。 柔軟なビニール素材表皮の加藤式、バケットシート、ベルベット製、フロアカーペット、木目調飾り付きケーキ、パネル、ボディとも色のデラックスホイールカバーとビニールルーフを備えた、ラグジュリーレコールオプショントリムが1972年、モデルイヤーの終盤に追加された。マベリックルドオプションは、メルセデスベンツ、BMW、アウディア、 その他ブランド性のより高価なヨーロッパから輸入される高級ツーリングセダンとの間で廉価な比較検討の対象者として考えられる初の米国産コンパクトカーであった。1973から1975年にマイナーチェンジが実施された。1973年には174度エンジンが廃止になったことを受けて204度の L6 エンジンが標準となった。 加えて、ブレーキの改良。以前はオプションであったクローム製グリルが標準となり、AM、FM ステレオ、アルミニウム製ホイールと、新しい全部バンパーが追加された。1974年は、連邦規制に対応した後部バンパーと、後部デッキの高さが増して容量が拡大された、トランク以外に変更はなかった。オイルショックによる、 ガソリン価格の高騰と小型車の需要の高まりによりマベリックの人気は上昇し販売数は前年よりも1万台以上も上回った1975年に真のヨーロッパ調スタイルの豪華な小型車としてフォードグラナダとマーキュリーモナークが登場するとマベリックとコメットの生産数は下降したマベリックは1975年に新しいグリル ボンネットとトランク状のマーベリックのネームプレートが黒文字のフォードに変更されるといった小規模な加食類の変更が行われた。1976年にグラバーが廃止されスタリオンパッケージが導入された。スタリオンオプションは特別色と可食類で構成され4年前のスプリントオプションと同様にフォード車はその他の車種。今回は ピントと新型のマスタング2にスタリオンオプションを設定した。コメット GT は廃止された。ベースモデルのマベリックにはもう一つ別のグリルが与えられ、古風なダッシュボード下から生えるステッキ型に変わる足踏み式、パーキングブレーキとともに前輪のディスクブレーキが標準となった。1977年はマベリックとコメットにとり、最後の年となった。 警察業務用に十分な改造が施されず400台以下しか販売されなかったマベリックのポリスパッケージ以外は両社ともに変更箇所はなかった。マベリックは1979年までブラジルで生産が続けられた。北米でのフォード社の販売車種におけるマベリックの位置づけは実質的には1978年型フェアモントが引き継いだ。 もともと1975年にグラナダとモナークにより代替されることになっていたため、マベリックとコメットは生産終了に向けて大規模な変更は受けなかったが、フォード社は1978年モデルイヤーで、フォード・フェアモントとマーキュリー・ゼファーを導入するまで、マベリックとコメットの販売を維持することを決めた。フェアモントとゼファーは全く新規のフォックスプラットフォームを使用しており、 このプラットフォームは1980年代半ばまで多くのフォード、マーキュリー、リンカーン社の基本プラットフォームとして採用された。オーストラリアではファルコンの販売が継続されることになっており、現在では唯一の幾分小型の全く独自の車へと発展している。報道ではこの車がフルサイズのクラウンビクトリアの代替車種の原型になる。 可能性があると言及されている。米国ではトーラスがフェアモント以降の中型車となったが、現在ではフルサイズとしての看板を掲げている。小型化が進んだコンパクトカーの市場はエスコートを元にした店舗が埋めた。マベリックの社名はヨーロッパでは北米版 SUV のエスケープの現地名称として、 再使用される一方、オーストラリアでは1980年代、1990年代に、フォードに供給されていた四輪駆動車の日産、パトロールの OEM 車にこの車名が使用された。この車は、単ホイールベースの2ドアと、超ホイールベースの4ドア、3.0L のガソリンエンジンと、トルク豊かな 4.2L のディーゼルエンジンが用意、されていた。玩具としてマベリックは、 ホットオイールのマイティマベリックやミニリンディモデルとして商品化されている。全般的にマベリックの模型やガンブは非常に数が少なくほとんどないと言っても良いが2006年にウォルマートがマベリックを含むフォードの小型車の新しいミニカーシリーズを発売した。上半車はフォード車ディーラー向けに人気の1970から1972年モデルの 販売促進用プラモデルを生産。その後は、ドラッグ仕様に改造されて発売されたほか、メキシコレベルより1、32の接着剤不要の簡易キットが販売されていた。2018年、ブラジルのサンパウロ市にあるロジェリロ・フェアレッセは、フォード・マーベリック・ペダル社を製造しました。マーベリックをベースにしたこの種のおもちゃが製造されたのは、これが初めてでした。 ありがとうございます。